なのに、メアメア燃えてくぜ、ファイヤー。全然燃えねえな。気合い入れろ、気合い。何なんだよ。いつものくれ。気合い入れろぜ。9月14日木曜日、みんなで一緒に行きせーの。セラミニア木曜メンバーの面白い顔の絵をみんなから募集したいと思います。面白い作品は実際に生放送でも紹介させていただきます。さっきみたいな感じでね、はい、採用されたみんなには素敵なプレゼントがありますから、詳しくはおわせたホームページをチェックしてください。あれはい、もうみんなの力でね、セラミニアたちを面白くしてください。やっちゃってよ、はい、お願いします。変身する、うん、さあみんなの予想は当たるかな。こちらを見るでござる。
ちら。バトルステージに忍者ハンターダイガラが降臨。ステージ内にいる他のメンバーめがけて一本を狙いに来る。制限時間内に忍者ハンターから一本またはゲロを奪われた時点でアウト。最後まで逃げ切れれば見事クリアだ。忍者がどれぐらいやってるか教えてもらえるかな。正解です。
でございました。はい、みんなハッタでは生投票をいろいろやってからどんどん探すね。はい、お次はイエロー。さあ、でもお目当てのカードを求めてお友達が戦う。いやいやいや、ムキムキレボリューション。今回バックタイプに挑戦するのはリュウヤ君とリョウ君。用意したパックはオーバーレアのヤトンシスゼットカオスマントラが入ったアビスレボリューション第2弾ニンジャロング。こちらを制限時間20秒でムキンマクレ。もちろんパックコンパックさん、おお、あっすごい、あっち行ってほしいね、ありがとうですね。リョウ10パック、おお、すごい、リョウ2個、リョウ2パック、これは期待できない。それではリュウヤ、リョウ準備はいいか。シンソン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 。バラバラにならないように、こういう感じに
そうか、そうだね、そう、持ち方ね。こうやって消して持つことによって上げやすいんだって。え、でもなんかすごい一体感があるけど、なんかすごい崩れない。続いては球の投げ方。投げ方、これ球を持ったらカゴの真下じゃなくて真下じゃない、2メーターぐらいのところに離れて、から投げます。あの手を置いたら奥にまっすぐこう押し出します。ちょっとまっすぐ、あ、なるほど。おしゃれですよ。下にとかじゃなく、浅井先生が倒してるよ。すごい。おはとももチャレンジしてみると、3人は見事に成功。足と、何度も繰り返し投げるが、なかなかカゴに入らない。すると、なんか例えば今みたいに膝のこの、この動きを利用しただけでも届かない場合とかってどうしたらいいんですか？やっぱり。ジャンプだ。なかなか球が入らない時は、前回スズハちゃんが予想していたようにジャンプして勢いをつけたり、投げる位置を前の方からにするとカゴまでの距離が短くなるので入りやすくなるみたいだぞ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。